今回はこちらの積分を扱っていきます。ルート x2 乗プラス1の dx ということで、こういう1プラス x2 乗の形を見たとき、こういうとき何をすればいいか覚えてますかねはい、x を t a n g e n θ と置く時間で考えていきましょう。x イコール t a n g θ と置くと、はい、両辺微分したら、dx イコール cos2 乗 θ 分の dθ というふうになりますね。 そして、積分区間。x が0から1のとき。まず、x が0のとき、タンジェントシータイコール0なので、シータは0と。で、えー、タンジェントシータイコール1のとき、えー、これは4分の π というふうになりますね。ということで、これを書き換えていきましょう。0から4分の π まで。そして、ルート1プラス、タンジェント2乗シータになりますね。 で、dx のところが、ここが cos 2乗 θ 分の dθ と。このようになります。そして、1プラス単然と2乗 θ っていうのが何だったかっていうと、ここが cos 2乗 θ 分の1になるんでしたね。ということで、0から4分の π のルート cos 2乗 θ 分の1と。そして、ここが cos 2乗 θ 分の dθ と。このようになっております。 あとはここ考えていくときに、えー、ルートの中身が2乗になっているときは、絶対値をつけて外すんでしたね、えー。ちょっとここ丁寧に書いていくと、ここはどういう状況かというと、絶対値のコサインシータ分の1の、えー、こういうふうになります。そしてここがコサイン2乗シータ分の d タと。そして、プラマイどうやって考えるかっていうと、積分区間、0から4分の π の間のとき、この中身はプラスでしょうか、マイナスでしょうか、というところを考えてください。 今回は絶対値の中身、常にこれ第一証言なのでプラスですね。ということで初めてこれそのままコサインシータ分の1としていいわけです。ここね、意地悪な問題だとたまに中身が負になるような積分区間の時もあるので、ここ気をつけましょう。ということでコサインシータ分の1かけるコサイン二乗シ2タ分の1なので、0から4分の π までのコサイン三乗シ3タ分の1と。 このようになります。あとはここから。これはもう昨日の積分と実はつながってるんですね。なんでこの毎日積分、ぜひ毎日見てほしいなと思うんですけれども、ここからはもう昨日の結果をそのまま使っていいので1、2分の1のルート2プラスログルート2プラス1と、このように求めることができます。ここからの計算方法、気になる方は昨日の動画を見てみてください。続いて別解について扱っていきたいと思います。 今回は、このように2分の e の t 乗引く e のマイナス t 乗と置く置換積分法で解いていきたいと思います。まず両辺の微分を考えると、dx イコール2分の e の t 乗プラス e のマイナス t 乗の dt というふうになります。あとは、ここから積分区間を考えるために、この丸1を t について解いていきます。両辺を2倍して、今回 x は大なりイコール0というふうに考えています。これは今回積分区間が0から1まで、だから正で考えて OK ということですね。 そしてこれを両辺を e の t 乗を倍してあげて整理するとこのように e の t 乗に関する二次方程式が出来上がります。これを e の t 乗について解くとこれは正なのでこのように解の公式で解くことができます。ここから両辺の自然体数を取ってあげて t イコールログの括弧 x+ ルート x+1 というふうになります。 これをもとに積分区間を考えていきましょう。x が0から1までのとき t は x に0を代入するとログ1となりこれは0ですね。そして x イコール1を代入すると t はログ1プラスルート2というふうになります。あとはこれをもとに元の積分の式を変形していくとこのように t を用いた積分の式で書くことができます。このルートの中身などを整理していくとこのような形でルートの中身が括弧の2乗の形で作ることができます。 そしてえー、ルートの中身ですね、これは正なのでルートを外してあげると、えー、このような形になります。あとはこれをそのまま積分していくために、まず括弧の2乗を展開しましょう。このようになって、あとはそれぞれを積分していくだけですね。えー、このようになって計算をしていくと、このように同じ答えを求めることができます。 それではなぜ先ほどのような置換積分法を用いて解くことができるかということを考えるためにこれらの2つの式を考えていきたいと思います。まず左側。 ルート1引く x 二乗の積分これは x イコールサインシータと置くような置換積分法を用いて解いていたかと思います。なぜこのように解くことができるかということを考えるためにまず y イコールルート1引く x 二乗と置いて考えてみましょう。これら両辺を二乗して整理するとこれは円の方程式を表していることがわかるかと思います。これらの倍角変数表示を考えると x イコールコサインシータ y イコールサインシータと置くことが多いかと思います。 図で表すとこのような形になって求めたい積分っていうのはちょうどこの黄色い部分の面積のことになりますねそしてこれ対称性があるので x c o s タではなく x s i n タと考えて置換しても問題がなかったわけですでは右側の式を考えていきましょうルート 1+x2 乗同じように先ほど このように置換していきましたが y= イコールと置いて考えると両辺を2乗して整理するとこのような式になります。これは双極線を表していますね。これらの倍回変数表示を考えると実はこのように置くことができます。これ実際に代入して計算してみると確かにマイナス1になることが確かめられます。図で表すとこのような双極線0から1までの積分というのはちょうど求めたいこの黄色い部分の面積になりますね。 ちなみに大学で扱いますがこれらの式を sinHT と書いて hyperbolicsinTcosinHT と書いて hyperboliccosinT というふうに呼びます。 But I can be the only on now, the world is yours.